3.7cm フラック36-37高射機関砲は、ナチスドイツのラインメタル社が開発した 37mm 口径の高射砲。元は 2cm フラック30を 37mm 口径に拡大した 3.7cm 高射機関砲18型である。この18型の移動には前後分割型の2軸式ハンガーが必要で、 運用にはより大型の 8.8cm フラック18、高射砲と同数の兵員が必要であり、1936年に 2cm フラックビリング38にとって変わられる形で体役、生産中止となった。その後、より軽量化され、2cm 高射機関砲同様の短軸式ハンガーで移動可能な36型が、 ドイツ空軍校射砲部隊に配備され、さらに1943年からは優秀な全米動力のカールツイス製小準機を搭載した37型が登場。2センチメートルフラクビリング38と共に各地で防空に奮戦した。水平射撃による対戦車戦闘にも使用され、鉄鋼弾により60度傾斜した100メートル先の36ミリメートルの800メートル。 先の2 4ト、mm、ルの装甲を貫通することができた。戦車の装甲が加速度的に分厚くなっていった第二次世界大戦後期では3 7ト、mm、ル程度では差したる効果は上がらなかったと思われる。それでも戦車に対抗するために先込め式の柄付き鉄鋼流弾も開発された。大戦後半にはプレス加工を多用し生産性向上と軽量化を実現。 ガス圧作動式に変更され、発射速度を向上させた、新型 3.7cm 高射砲である 3.7cm フラック43が登場している。3.7cm のフラック M42U は、タイプ7とタイプ9の U ボートに搭載された、海軍バージョンで砲座の形状が何種類かある。最初に開発されたタイプで3人の捜査員と4人の装填手で運用された。 u ボートの U-1171、U-1305、U-1306 に搭載された。連装型のマウントで、タイプ7に搭載された。ミラスローフスキット2010、ジャーマンネーバルガンズ、1939から1945、C-Force P340、ミラスローフスキット2010、ジャーマンネーバルガンズ、 1939から 1945C4S P342 ありがとうございます。